馬場地区ではこの行列風流を雨乞いや奉天祈願として単独で行っていましたが、現在では4年に一度の輪番制で八神神社の例祭に奉納されています。その笛は八神八廟の風流の一番笛として有名です。風流は立て道具、ささら、掛け打ち、大太鼓、月の輪の演技を行い、続いて大太鼓、鐘によるまくり囃子は王冠先、猿返し、京返しの3曲を演奏して終わります。それでは馬場本風流保存会の皆様、お願いいたします。
Thank you.